上運動食ブータニッピーようこそ。さて本日の動画はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。いや、ファミリーマート、お母さんの食堂、鶏軟骨唐揚げを食べたいと思います。お母さん食堂の通常の唐揚げ食べたんですけど、軟骨もあるんですね。コリコリしていて美味しいですね。カラオケに行った時なんかに食べることはありますね、軟骨は。そう、では。チャンネル登録よろしくお願いします。わ、レモンの爽やかな香りがしていますね。では、いただきます。軟骨特有のあのコリコリ食感がしっかり楽しむことができましたが、やはり軟骨麺の唐揚げなのでお肉の部分は少々控えめですね。なのでお肉を感じない方はちょっと物足りないかもしれません。どちらかといえば食感を楽しむ唐揚げを食べたい方向けの商品でしたね。まあ、コリコリして美味しく歯応えもありましたので満足感はあると思います。というわけでこちらの点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。お楽しみいただけましたか？もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。